はい、こんにちは。2021年7月31日。さあ、今日はですね、ちゃんと背景が抜けています。ちょっとこの辺が甘いかな。あら、また出た。はい、まあともかくとして、背景が抜けたと。なぜ抜けるようになったのかわかりません。そして前回なぜ抜けなかったのかもわからない。この辺が不安定なんですよね。さあ、そういう、まあ、夏の、天気のように不安定な、この、なんだ?だらだら喋る。勝手にまとめ、IT まとめなんですけれども。さあ、まあ、ともかくとして、今週もあんましなかったんだけど、まあ、重要な話が1個あったかな。それをちょっと長めにしようかな。はい、その重要な話っていうのはこれですね。インテルがプロセスノードの命名ルールを変更して、アダコーダーすると。で、アダコーダーして、こう、なんたらかんたらするということを、インテルアクセラレーテッドとかいう、イベントっていうのかな、あれで言ってました。そんで、重要な点は、あれですね、今、半導体の製造プロセスの、プロセスノードの、10ナノとか、TSMC は5ナノとか言ってるけど、今一番重要なことは、その10ナノとか5ナノが、どっかのサイズのことを言ってるっていうことではないってことですよね。インテルは多分14ナノぐらいまではどっかのサイズのことをどうだこれが14ナノだみたいなことを22だったかな、なんか忘れたけどまでは言ってたんですよ。でも10ぐらいになったらもうどこのサイズが10ナノメーターなのかもっていうのはもうなくなっちゃってるんですわね。あれ、それで。で、そのなのに TSMC は、7ナノだ、5ナノだとか言って、次は3ナノだ、ナノだとか言ってるけど、3ナノだとか言ってるけど、どこが 3ナノなんですかっていう話ですよね。そういうところで、まあ、インテルは、まあ、そういうこともあって、あと TSMC に、ま、負けてる風に見えてることもあって、命名ルールを変更すると。で、今のが10ナノスーパーフィンっていうやつらしくて、今年後半に、10ナノのエンハンスドスーパーフィンっていうのを出す予定だった。それはインテル7っていうのにしますと。で、その後に7ナノをやりますと。EUV のやつ。EUV を使った7ナノをやりますと。これはインテル4にしますと。で、それを、なんだ。それをもっと、なんだ。インテル4を改良したやつがインテル3にしますと。で、それ、さらにすごくしたのがインテル 20A だと。この A は、なんだっけ。オングストロームオングストロームっていう1オングストロームは10ナノっていうことなんだけど、まあこのオングストロームも別に20だから2ナノっていう意味ではないんだけどね、 20A っていうふうにしますよと言ってました。でその次は 18A だとかにしますよと。これが2024年かなんかに出てくるらしいんですわ。1,2,3,4 あ、今回1,2,3 2021年、2022年、2023年、2024年で毎年のように新プロセスを導入しますよとということになりますと。で、この 20A になるまでの7,4,3 はTSMC に対する、今 TSMC が5だから5に対して7
で次は3、来年か再来年に3にするのかな、 TSMC は3ナノを出してくるから、それに対して4にすると。であんまし差がついてないように見えて、この年にもう、一緒になると。で次になったら 20A とかいうわけわかんないのになって比べられなくなると。この辺がね、マーケティング要素満載の、新ルールと、新命名ルールと。そしてこの辺になると製造の方法、半導体の製造の、なんていうの、製造っていうか半導体の構造とか含めて、いろいろ組み合わせたり、なんたらをこっちにするとかいろいろあるんですけど、その辺はインテルの説明を詳しく読んでください。この話はとりあえず終わりで、今週あった話ではレノボが教育向けに、今ハードウェアは結構いっぱい売ってますけれども、それに対して、それに加えてコンテンツも、教育向けのコンテンツも充実させますよと。東京書籍が作ってるらしいんだけど、コンテンツ自体はそのみんなでプログラミングっていうのがあって、小学校向けには、無償で提供してたやつをの優勝版が登場すると。それが中学校高校向けに の学習指導要領に準拠した教育用コンテンツだとということを言ってました。それをの個人向けにも提供して、1ヶ月で396円だって言ってるんで、まあこれ1年間でまあ4000円ぐらいなんで、プログラミング本を1冊買うと3000円とかするから、それと比較するとあんまし変わらないぐらいの料金で、この優勝版でプログラミング、プログラミングの、勉強ができますよと。まあ個人的には別に中学高校生だけじゃなくてもプログラミングしたい人にはこれ濃いのでしたらいいんじゃないかなというような気がします。でその、レノボは、Android 端末を発表していました。レノボヨガタブ、スタンド付きのやつね。ここが丸い電池が入ってるタイプで、ここだけが出っ張ってるやつで、そのスタンドにして置けるやつなんですけど、ここがスタンド部分で、これが今まで板だったのが、この棒っていうか、そのアルミじゃないか、ステンレスかな、なんかわかんないけど、その棒になりました。で、こういうふうに引っ掛けたりするのが自由にできると。で、注目なのは、11インチと13インチ版があるのかな。で、大きい版は HDMI 入力付きなんですよ。だから、単なるモバイルモニター、13インチぐらいのモバイルモニターを3、4万円とかで、まあ、値段いろいろあるけど、で、買ったとして、すると、それはモバイルモニターとしてしか使えないけど、これを買えば Android 端末としても使えると。その代わり値段が8万円ぐらいしますよと。その辺がね、微妙ですよね。はい、っていうヨガタブが発表されています。そして、PC はバイオプロ PG っていう法人向けのやつ、テレワークとかに最適ですよとか、まあ、そういうことを言っておりました。ということで、今週はあんましなかったんですけど、まあこんな感じで、今週は背景が抜けたんで気持ちよくできました。はい、終了します。来週はあんま、来週こそほとんどないかな。来週、再来週はほとんどなくなったら、もしかしたら来週はやらないかもしれません。2週間連続やらないっていうやつも、やり方もありますけどね。この辺はどうするかっていうのは、その次になったら分かります。アップロードしてなかったらやらないということですね。やらなかったということですね。はい、終了します。